ナオチンです。大の大冒険をやっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はポップが強くなりすぎたので紹介します。絆の記憶が、これもう本当にね、理想的です。理想的なセット紹介しますね。まず一つ目が、死神キルバーンですね。魔法力90上がって、でも防御力が12下がる。というやつです。そして次、世界の半分を。これも同じく魔法力が66上がります。で、壊れたおもちゃ、魔法力と必殺技ゲージの増加量がアップするんだけども、最大 HP が下がるっていう、まあ、ちょっと諸刃の剣的なやつですね。で、続いてこれ、大爆発です。必殺技ダメージと呪文ダメージがアップします。で、これも同じく最大 HP がダウンします。まあ、こういうのをつけた方が強くなるんですよね。で、続いて大魔王バーンの影。魔法力が126、めちゃくちゃ上がりますよね。で、これがね、一番重要です。今のはメラゾーマではない、メラダですね。魔法力が210上がりまして、で、さらに、これ、火炎呪文の極意ですね。台、またはポップが装備している場合、メラのダメージが 100% アップして CT を 8.5 秒短縮する。メラが、10秒間で新しく使えるんですよね。なので、1.5 秒で使えるようになります。うん、これ以上に何か CT をね、短縮するやつがあるかなと思いきや、ちょっとないんですよね。そこが残念。まあ、とりあえず、この編成で戦ってみましょう。それではザムザ、チャレンジモードですね。いきまーす。ザムザのチャレンジモード結構うざいよね。メラがね、この威力なんですメラが。もう、これはね、メラゾーマだ。あぶね。はい、おしまいです。ポップが強くなりすぎると、大魔王みたいになっちゃいます。クロコダイルとも戦ってみましょうか。なんかコメントで勝てないっていう方がいたので、うん、でもこれ慣れなんですよね。敵のこれよね、この攻撃をいかに避けるかなんですよね。あ、弱クロコダイル弱すぎる。竜騎春をいっときましょうか。倒していきましょう。あぶねえ弱っ。これメラもうちょっとね早く使えればいいんだけどな。これ限界なんですよね。終わり、もう動く前に終わりだよ。身を食べていきましょうか。あ、ミスったミスった。キャナルコ使ったはずなのにメドローア行っちゃった。レベル1だからそんな強くないです。はい、終わり。あぶね。はい、おしまい。もうついでなんでバランも行っちゃいましょうかね。倒しときます。あ、そっか、あ、ベギラマ入れてくるの忘れた。お、アップね。あれ食らっちゃうんだよね。あ、ミスった、ミスった、ミスった。違う違う、この身を食べようとしたんだ。よし、はいはいはい、もう終わりだよ弱い。もう最後ハドラ行こう。ハドラもう先生の形行きましょう。あ、ミスった。あぶね。はい、身を食べて、おしまいありえん。はい、ということで戻ってきました。この大の大冒険で一番強い技はメラです。もうメラ以外にありません。メラが一番強いです。で、
メラを強くするためには、絶対にこれが必要です。今のはメラゾーマではない、メラだ、ですね。魔法力が210アップしますし、火炎呪文の極意ですね。もうこれなのよ。メラのダメージが 100% アップして、CT を 8.5 秒短縮する。これね、8.5 じゃなくて 9.5 で、俺は良かったと思う。もうここまでやるんだったらもうチートみたいに強くした方が、ゲームとしては面白くなったと思うんですけどね。0.5 秒クールダウンでさ、もっとメラ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 って言った方が絶対面白かったと思うんですけど、なんかね、1.5 秒って中途半端なんですよね。はい。ということで、ポップはめちゃくちゃ強くなります。ただ、時間はかかります。集めるのにね。特にこの、バーンの絆の記憶。これはね、集めるのめちゃくちゃ時間かかりました。入手方法は、神殿でバーンを倒すことです。バーンを倒すと、1枚落としますので、まあ、全部で15回戦えばいいです。まあ、結構強いので、注意して戦ってみてください。はい。ということで、今日はポップでした。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。